前回のあらすじ、ボケ防止にマイクラをすることにしたジジイとババア。しかしマイクラでやりたいことは、ジジイとババアで違っていた。わしはエンドラ討伐がしたいのう。私は動物集めを楽しみたいですぜ。二人が選んだのは立ち往生ボートというワールド。しかし、そのワールドには、エンドポータルはあったが、動物が湧く気配が全くなかった。かくして、ジジイとババアは、二人が共に楽しめるワールドを、改めて探すことにしたのだった。そして二人が今回たどり着いたのは、ジジババマイクラ、ワンブロック編。ワンブロックとは、その名の通り、最初1ブロックしかないワールドである。少しずつ敷地を拡大しながら、与えられたミッションや、自分の目標を、達成していくのが楽しいワールドである。実況プレイ動画も数多く動画サイトに上がっているので、プレイしたことはなくても、動画で見たことはあるという方も多いのではないだろうか？私はこのワールド、楽しめましたよ。動物たくさん出てきましたし。一つのブロックから少しずつ敷地を広げていく作業も、地味だけど楽しかったし。敵も出てきますけど、単体なのでそんなに手強くなくて、ほどほどの緊迫感でした。というわけで、私は満足できたんですけど、じい様がねえ。わしはエンドラ討伐したかったんぜ。じゃが、このワールド、わしら相当長くプレイしたんじゃが。いつまで経ってもエンドポータルもエンドラも出現しなかった。なるほどこのワールドは、エンドラ討伐はできない仕様なのじゃなと思って。それならば代わりにウィザーを倒して、満足しようと思ったのじゃ。幸いにもこのワールド、ウィザスケの頭は入手できたのでな。頑張って黒曜石の内張りをしたウィザー戦専用の部屋も作った。そしてその中で、ワクワクしてウィザーを召喚したんぜ。ウィザーは確かに現れた。一瞬な。一瞬で消えてしまった。バグだったのか仕様だったのかはわからん。ただそれでわしは心折れてしまったんじゃよ。念のため申し添えると、マーケットプレイスでワンブロックで検索すると、たくさんのワンブロックがあることがわかるだろう。中には普通にエンドラ討伐できるものもあるようだ。みんなそれぞれ仕様とかコンセプトとか、違うんじゃな。だから、どれがいいとか悪いとかでなく、自分がやりたいことに合ったものを、選ぶのがいいと思うぞい。さて、それじゃあじい様、私たちも負けプレに今一度行きましょう。今度こそ、二人とも楽しめるワールドが見つかるとええですのう。かくして二人は、また新たな世界を探して旅立ったのだった。無事新たな世界が見つかれば、次回動画でまたお会いしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。